皆さんこんにちは、ズブです。今回ですね、本日の15時から新たな星5武器、勇者の剣が登場します。いやね、この武器めちゃくちゃ強いと思いますね。ただ、まだね、無課金、美課金プレイヤーであれば、ジェムは温存の時じゃないかなとちょっと思っているので、今回はそれについて話していこうかなと思います。また、このチャンネルではね、ドラクエチャンピオンズに関することをいろいろ動画にしていこうかなと思ってますので、もしよかったらチャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ということで、早速内容の方に入っていきましょう。まずですね、勇者の剣の強いところを紹介していこうかなと思います。まあ強いところと言いましたが、まあ現在ね、公開されている情報といたしましては、武器の種類と、まあダメージの倍率ですね、必殺技のダメージ倍率しか公開されていないんですが、まあそれだけでもね、現時点で本当にめちゃくちゃ強いなっていうのがわかりますね。まず、武器の種類が剣になります。剣ということで、まあ戦士が装備できる武器になりますね。まあ多色でも装備はできますが、一応得意武器で装備できるのは、まあ現状戦士のみという感じになっております。で、必殺技の方がですね、180% の全体斬撃ダメージで、なおかつ連続性もついているような必殺技になります。これが本当に強くて、まあ、どれぐらい強いかっていうと、まあ、現状ドラゴンキラーがね、環境的にめちゃくちゃ強いと言われているんですが、ドラゴンキラーの必殺技は全体に 160% の無属性ダメージになっております。まあ、それよりも 20% 倍率が高いっていうだけで、まあ、相当強いってのわかるんですが、それに加えてですね、ドラゴンキラーは最大強化で攻撃力が105となっております。で、メタスラの剣は115になっているんですね。で、勇者の剣もピックアップ武器なんで、もしかすると、ドラゴンキラーよりも攻撃力が高い可能性が予想されます。まあ、なんで、よりね、ダメージが、まあ、火力がね、出るんじゃないかというところで、いやね、めちゃくちゃ強いんじゃないかなと思いますね。まあ、ということでですね、まあ、間違いなくめちゃくちゃ強いとは思います。まあ、引く価値もあると思いますし、引ければ活躍もね、してくれるんじゃないかなと思います。ただ、ちょっと気になる点もありまして、今回はそれについてね、話していこうかなと思います。まず、一つ目がですね、また、剣ということですね。武器の種類が剣ということにあるのかなと。まあ、現状ですね、ドラゴンキラーや、まあ、吹雪の斧がリセマラでね、結構おすすめされているような環境な上、まあ、初めのピックアップがメタスラの剣やったので、まあ、剣をね、所持されている方、まあ、剣と言いますか、戦士専用武器の斧も含めてね、を所持されている方が、まあ、結構多いんじゃないかなと思います。まあ、そういった環境に、まあ、加えてね、まあ、さらに勇者の剣が登場したということで、まあ、ちょっとここ気になるのかなと思いましたね。まあ、現状ですね、無課金であれば、おそらく持っている武器の数って、種類的にね、3本とか4本だと思いますので、まあ、ここにね、同じ種類の、まあ、剣を引きに行くってのは、まあ、結構勇気がいるのかなと思いました。まあ、ただね、まあ、引ければ、もちろんね、今持っている剣よりも強いと思いますので、まあ、価値はあるのかなと思うんですが、ちょっとここはね、気になる点の一つかなとは思いますね。で、気になる点二つ目が、まあ、現状の環境と今後の環境になってきます。まあ、現状の環境といたしましては、職業でお話ししていくと、戦士がものすごくね、強い環境かなと僕はね、思っております。まあ、ただでさえ戦士が強い環境なので、おそらく勇者の剣が来ると、戦士がさらに強くなってくるんじゃないかなと思っています。で、ここでですね、僕が考える職業別相性をちょっと話していこうかなと思います。まず、戦士が一番強くなっているのかなと。で、戦士は特にね、盗賊に対して強いんじゃないかなと思っております。まあ、盗賊はね、素早さはめちゃくちゃ速いんですけど、火力がね、まあ、ちょっと低めに設定されていますので、戦士のね、カチカチの守備力に対して、まあ、ダメージがね、本当に通らないんですよね。うん。まあ、いかに先手を取れるとはいえ、僕はね、戦士の方が強いのかなと。まあ、盗賊はですね、早く動いて状態異常とか、まあ、入れたりだとか、まあ、守備力、耐久力の低い魔法使いに対して、まあ、強く出れるのかなと。で、魔法使いは耐久力こそ低いんですが、戦士よりも若干早く動ける上、戦士に対して、まあ、守備力をね、無視した呪文ダメージを与えていけるってのが強みになっているのかなと。で、武闘家は割とね、盗賊と同じぐらいの立ち位置になるのかなと思うんですが、まあ、盗賊よりは若干遅いと。まあ、その代わりに、まあ、戦士に対しては、会心でね、ダメージを通していくことができたりだとか、魔法使いに対しても、まあ、先手を取れるだけの素早さを持っているので、まあ、結構ね、強いんじゃないかなと思っております。
で、僧侶に関しましては、ちょっとね、現状の対人環境では劣ってくるのかなと、他の職業に比べてね、劣ってくるのかなとは思っていますね。まあ、終盤の火力がね、やっぱちょっと足りないっていうところと、終盤ね、本当にワンパンされてしまう可能性が高いので、回復がね、そんな追いつかないっていうのも結構原因になっているのかなと思いますね。まあ、高難度クエストでは明日からもね、習得できますし、まあ、結構ね、いい職業なんじゃないかなと思っております。まあ、僕の考える職業バランスは現状こんな感じにはなっていますね。で、ここにですね、今後の環境を考えていくと、まずですね、勇者の剣が登場するので、本当に戦士がめちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思います。で、それに対して強く出れる魔法使いがですね、まあ、現状を、魔法使いの武器ってね、そこまで、まあ、強い武器は僕はないのかなと思っていまして、おそらく、戦士に対して有効とはいえ、まあ、HP をね、削り切れるだけの火力ってまだ出せないと思ってるんですよね。で、戦士にターンを回してしまえば、ワンパンはされてしまいますので、まあ、ちょっと完全有利とはいかないのかなと思っております。で、ここからですね、まあ、ガチャの、今後のね、ガチャの内容を予想していくんですけど、まあ、この環境を変えるために、まあ、僕はね、魔法使いが強い武器が出てくるんじゃないかなと予想しております。まあ、一つはこの環境が、まあ、崩しやすいから、まあ、圧倒的な戦士環境をメタルために魔法使いの武器が出てくるのかなといったところが一つ目の理由ですね。で、二つ目の理由が、まあ、ドラクエ11コラボというところにあるのかなと。まあ、チャンピオンズにログインした時にドラクエ11コラボってガンって出て、そこに、まあ、セーニャとベロニカが乗ってると思うんですけど、まあ、おそらく大体の方が、まあ、今日のガチャがね、セーニャかベロニカだと思っていたと思うんですが、僕はね、そう思っていたんですけど、まあ、ですが、さすがにね、第2弾、第3弾は、僕はね、ベロニカとセーニャの武器で来るんじゃないかなと予想しております。まあ、ということで、僕はね、この現状の戦士環境を変えるためと、さすがにね、ベロニカはガチャに出てくるんじゃないかなという理由で、まあ、おそらく次はね、魔法が強くなってくるんじゃないかなと予想しております。以上のことを踏まえまして、僕がね、無課金、美課金が、今回はね、ちょっとジェム温存した方がいいかもしれないなと思っている理由になるんですけども、今、戦士が強い環境に、まあ、戦士のね、武器のガチャを引いていくと、ちょっと課金の差がよりね、出やすくなるんじゃないかなと思っております。まあ、じゃんけんで例えるとですね、今現状、グーが強い環境だとしまして、まあ、さらに、まあ、グーが強い環境になってくると、で、初期から課金されてる方って、このグーがね、相当強くなってるんじゃないかなと思うんですね。で、そこに対して、まあ、強い武器が出たからといって、この同じグーをぶつけていくよりも、次ね、出てくるであろう、パーの、まあ、おそらくなんですけど、ベロニカの呪文じゃないかなと僕はね、予想しているんですけど、パーのガチャを引いた方が、無課金、美課金は優位に立ち回っていけるんじゃないかなと予想しております。まあ、ちょっとね、まあ、僕の予想的なところにはなるんですが、まあ、ただですね、まあ、今回のロドの剣のガチャ期間って第2弾第3弾と、まあ、被ってくると思うんですよね、おそらくなんですけど。まあ、なんで第2弾第3弾の内容を見てからでも、ロドの剣がね、一番強い場合もロドの剣を引けばいいと思うので、とりあえずはね、ジェムは温存しといてもいいんじゃないかなと思っております。とはいえですね、リリースから、まあ、ちょっとリセマラ終わってずっとジェムを温存している方って防具難民になっていると思うんですよね。まあ、僕がそうなんですけど、本当に防具が弱くて、いち早くガチャを引きたい状況なんで、まあ、我慢できるかって言われると、ちょっと厳しいところもあるのかなと思っております。まあ、なんで、僕が考えている案としましては、メタスラの剣が、まあ、リセマラで20連引いて終わってる状況なんで、これを30連目の S 確定まで引いてしまう。まあ、これが一つ目の案ですね。で、二つ目の案といたしましては、もう防具がメタスラよりも、今回の勇者シリーズの方が優秀な場合は、こっちをね、50連引いて、まあ、武器をワンチャン狙いつつ、防具もね、揃いつつといった感じで、まあ、50連引いていく。で、残りのジェムは第2弾、第3弾の内容をね、見てから判断するのがいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、まあ、今回僕はね、無課金、美課金の方は、今回のね、勇者の剣スルーした方がいいかもなという内容で動画を撮らせていただきました。まあ、とはいえね、本当に最後話した通り、いや本当にね、防具も苦しい状況だとは思いますので、まあ、このゲームをね、楽しむといった意味でも、まあ、メタスラか、今回の勇者シリーズの武器を、まあ、節目のね、50連目ぐらいまで引いていくってのは、いいんじゃないかなと思っております。はい、ということで本日の動画は以上になります。参考になったという方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。